はい、どうもおはようございます。多分見てる人はお前かいって感じだと思うんですけど、一人です。おはようございます。ちょっとね、みんな集まってなくて、あ、よかった、おはようございますよかった、どうしようかと思います。いますよ、はい、トイレにいました、トイレに。またドッキリかなと思いましたどうしようと思いました、マジで。何回も LINE 見ましたね。どうもおはようございます。おはようございます。今日はね、ちょっとあきみさんが体調不良ということで。そうですね、急遽僕一人で、食わず嫌い同業さん呼んでやってもよかったんですけど。ああ、いいですね。まあ、何せ友達いないんでね。何せ、はい、急遽ね、翔太と、はい、イブを、呼んだんですけど。呼んだんですが、まあ、イブはね絶対来ないと思ったのよ。イブはそうですねイブは絶対来ないと思った。予想通りでしたね、完全に。そうね。あ、まだタイトルコールもやってないです。あ、タイトルコールとかねないんですか。ないんですよ。ない、なるほど。したって感じです。見てないね見てないですね。見てないね。全然見てないですね。そう、うちのキャスト全然見てくれないよ。この番組。そう、あきみさん、あきみさんおらんのかい来てる。そうですね、あきみさんおらんのかい。あきみさんおらんよ。あけさんは今日来ないのでね、ちょっと体調不良でいないから。そうですね。どうする、2人でやるって予定な…初じゃない。でもそうですね、何も…ノープラーで来ましたね、今日は。ノープラー、はい。そう、もうでもね、もう昨日ちょっと…まさかの展開。まさかの展開。ちょっと翔太にドッキリ仕掛けようかなと思って。あ、本当ですか。やっぱり結構いろいろ考えたんですか。考えてたんですけど、はい。まあ、今日一日のテンション高くしてるからねそうですね、うん、どうやらあきみさん見たいって楽しみにしてた人いっぱいいるんで、うん、ね、俺が映った瞬間お前かいみたいな感じで最初にお前かい、うん、帰れって感じですよ。はいはいはい。今日見た目ガチャガチャしてねって言われてますね。あ、そう、いつもね、シンプルなんですけど、はい、ちょっと今日ほんと時間なくて朝バタバタでその辺にある服をね引っ張り出してきてね、かき集めてきました。うん、どうしようか。こういう時どうしてるんですか。こういう時、はい、こういう時はもう2億4000万のモノマネメドレー。どういうことですかモノマネメドレー。これあれでしょ、はい、日村とかが下のやつでしょ、知らない。あ、わかんないです、わかんないです。それも見てないですね、俺。あ、それも見てない。何も見てないな。そう、あれめちゃくちゃ面白い。本当ですか。うん、結構多分この人好きだと思う。あ、見てますね。じゃあお笑い北田知らんね。北ナシュラン、北ナシュランって言えば、歌舞伎町とかさ、はいはい、それこそ新宿区、はいはい、まあ、大久保もそうだし、はい、なんて言うんだろう、結構探してて、はいはい、北ナシュラン的な。北ナシュラン、はい、北ナシュランっていうのはあれですか、汚い。汚いけど、はい、美味しい。美味しい、なるほどなるほど。そういうことなんですね。結構器とか、はいはい、すごい汚いし嫌だな、でもそれ言ったらな、こういうスプーンとかも、はいはいはい、汚いみたいな。ええ、けど、はい、料理も安くてうまいみたいな。そう、それ成り立ってるんですか、全然。あ、お店として、はい、お店として。多分やばくないですか、ね、そういうのを、はい、ね、あ、結構探してて、はい、こう、やっぱ2部なんで、はい、バーとか行かないじゃん。行かないですね。やってないですもんね、終わってから。そう、終わってからやっぱり、はい、じゃあバー行こうよみたいな流れもないしってなるともうご飯屋さんを探すしかないじゃん。そうですね、美味しい場所をみんなで探すんですよ、やっぱ2部のみんなは。で、お互いに情報交換し合ったりみたいな感じですよね、うん、あそこ美味しかったら行こうぜみたいな感じですよね。絶対だってこれ見てる人、新宿区の人いるから教えてほしい、なんかここうまいみたいな。個人的にはそうですね、ある、なんか個人的にですか。あ、個人的に大久保通りにできたラーメン屋さんがめちゃくちゃうまかったです。大久保通り、いや、そうですね。え、なんて思う。なんかね、新しくできたんですけど、味噌ラーメン専門店みたいな感じで、
くて、オロチョンラーメンがあるんですよそこ。はい、流行りの、流行りのオロチョンラーメンっていうとリシリとか、うんうん、そうだよね。そうですね。でもそことは違うんですね。串カツせいちゃん、串カツせいちゃんってなんですか。あ、うまいんだ。すごいなんか知ってる人は多分、はい、あれなんだね。串カツせいちゃんね。めっちゃダブルばっか送ってくる人いますねこれ、うん、同じ人ですね。そう、これは結構打ち方は分かんない人かな。うん、なんだかんだここの付き合いも、そうですね、2年ですね。2年です。2年半経たないぐらい、2年半経たないぐらいですね、うん、2年半経たないぐらい。そうですね、僕が一番最初退入で、あの林さんのバースデーのイベントの時にお邪魔しまし て, してもらいまして、はい、なんだかんだやっぱ2年だからさ、はいはい、こう結構あきみさんともやるんだけど、はいはい、もう結構お互いのこと知ってるでしょ。そうですね、なんだかんだもちろん、うん、あ俺ナギ好きじゃないわ。ナギどう。ナギ、あーでも全然大丈夫ですけど、あり、自分から好んではいかないですね。行こうぜみたいな。ナギちょっとなんか魚感強くない。そうですね、魚感強い。びっくりしたのが煮干しがそのまま乗ってるじゃん。そうですね。あとなんかあれなんですか、このふやふやのなんか。いや俺1回しか言ってない。それを1回でもいいやあなるほどなるほど。あ、嫌いそうですね、あいつの。確かに、うん、そうで、はい、結構好き嫌い、まあ、テーマにしてやってるじゃんこの場合。はい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 、確かに。お互いの好き嫌いなものを知ってるのかな、はい、みたいな。あ、ご飯ですか。結構言い合うのよ、はい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 、結構やっぱりでもそこは割りかし、はい、分かってる。正直あの自信ありますね僕は。林さん、林人さんに対してはフェイプラで一番あの、はい、私が多分あきみさんの次に知ってるんじゃないかぐらいですね。あ、もしかしたら林さんの家族より俺の方が知ってるかもしれないです逆にね、はい、いやいやいや、嫌いな食べ物はキノコですもんね。ああそう、そうです、そうです、ぐらいですかね。翔太郎分かるよ、嫌いなもの。あ、嫌いなものなんですか。ね、はい、酔っ払った敗瀬店長ですか。あーもうそれやばいね。そう、こう身内でだから。そうですね、うん、キノコ嫌い。キノコはね、匂いがダメだね言ってましたね、うん、匂いもダメだし、はい、酔っ払った時のアイムはもう最悪。そうですね、本当にもうあの暴力的になるから。そうですね、これ 見られてたらやばいですけど。そう、はい、誰の実家。ああ決まりましたね、これ。それね、あれ来月の5日終わってからね。あ、そうですね、来月の決まるんで、入金日が終わってからね、うん、もう夏だよ。でもそうですね、僕らの時代ですよ林さん。夏といえば、夏といえば何で、僕らの時代じゃないですか。2部の。ああそうですよ。でもね、時間がもう6時統一しちゃったから、はい、なんか夏のストーリーってない。夏のストーリーはやっぱバーベキューですねぐらいですかね。いや、そういうの夏のストーリー、あの求めてないからリスター。あー、そうですか。夏のストーリーなんだろう。なんか夏のストーリー、はい、中学校の時に浅川先輩に、まあ、バーベキューでもいいけど、はい、あ、バーベキューでもいいですか、うん、バーベキューでなんかまた、あ、バーベキューで、あー、なんですかね、あ、携帯をみんなで、うん、みんなで行ったじゃないですか、ベートブラスみんなではいはいはい、で行って、でその時に携帯 の, あの iPhone カバーを自分で自作したい iPhone カバーを使ってて、あったね、はい、ダッスやつだったんですけど今思えば、あのそれをなんかすごい散々隼人さんにめっちゃいじられてて、で、まあ、その携帯をみんなが携帯置いてる場所に置いといて、うん、なんか川に あの泳ぎに行ったんですよね。で泳ぎに行ってさあ帰ろうって言って、帰り道に、あ、そういえば俺携帯ないって、その帰り道に気づいて、で最初みんなが誰かドッキリかと思ったんですよ、それを。で戻っ、こっち帰ってきて、はいはい、車中探してもなくて、で結局最終的になんかパクられたらしいんですよね、やっぱり盗まれたっていう。あ、そうなんだ。そう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 。あ、そうなんだ。はい、あの iPhone ショップ行って、あの GPS みたいなやつで探して、はい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 、30分後にもう一回見に行ったら移動してるんですよね、その携帯あった場所が、世田谷区とかに行っててみたいな。なんで多分携帯バーッと置いてあった中で、その俺の iPhone カバーがかっこよかったから、多分俺のだけパッてね、誰かが盗んだんですよ。あのね、それだけはめちゃくちゃかっこよかったです俺の。今でも覚えてる。覚えてます。 iPhone カバーどれでしたっけ。なんかあのーはい、なんか自分でデザインしたやつをプリントしてくれる、はい、お店とかあるじゃないですか。はいはい、
それで翔太が、はい、行ったみたいな感じですごい興奮して、はい、俺に携帯カバーを見せてきて、そうですね、そのデザインが、はい、MCM っていうブランドがあるじゃないですかMCM のこう携帯だとしたら、はいはいはい、携帯だとしたら、はい、もう全部 MCM みたいな、はい、でまあまあ MCM は、まあ、で翔太好きだし、まあ、はいはい、流行り始めの頃だったから、そうですね、いいかなみたいな、はいはい、で、言ったらど真ん中になんかロゴがついてたの。そうですね。なんか MCM ってこんなロゴあったっけと思って見たらクロムハートコラボレーションですよ。 MCM とクロムハートの、はい、コラボレーションですよ。なんていうの、このどぎついコラボレーション、どぎついコラボレーション、もうね、はい、センスの塊、センスの塊がやっぱあれですよね。ドン・コニシかと思ったもん俺。やっぱりその時すごかった、あれは本当に相当と思った今でも覚えてる、一緒に出勤するときに、はい、いきなり見せてきて、そうですね、これどうすかって東新宿のサンクスのところで、そうですね、今でいうオリスパの目の前かな。そうですね、もう生かしてると思って俺は。今でも覚えてるから、衝撃的すぎて、はい、MCM とクロムハートすごい可愛がってる後輩何人かはプラダとシ ャ,、はい、シャネルのロゴを混ぜてるもんだから、ね、それどこで買ったんすかって言ってくれたんですけど、うん、ね、最後まで聞いてくれなかったです。あ、そのね、なるほど、じゃあそれが夏の夏の思いです。思い出ね、盗まれて結局そうですよ、はいはいはい、ま、携帯買いに行ったんですよ、その日。あるね、ありましたね、干しました、あれは、うん、やめて返して、俺の携帯カバー、携帯もういいから、もうカバーだけ返してカバーだけ返してよ。そう、あれちょっと自信あったから。本当に翔太って天然だから、はい、それを、はい、なんかその本当に作ろうと思って作ったんじゃなくて、はい、そうですね、お試しだと思って、お試しだと思って作ったんです。適当になんかまあやったんだよね、うん、そしたら結局、はい、もう印刷されてて、印刷されちゃってお金を払うみたいな。で、携帯それ作る前に電源切って渡してくださいって言われたんですよ、携帯を私の預けてくださいみたいな言われて、はい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 、まあ預けてくださいじゃないと体験できないのかなと思って、まあ、預けて、でこうやってやって自分でこうやって作って、あー終わったーと思って、あ、こういうのできんだなーと思ったら、ペペペペって印刷されてて、もう気がついたら貼られてるんですよね、ペって貼られてるよ、もう。いやー、もう完全に詐欺に合うタイプだよね。そうですね、完全に。で、いくらだったっけな、そのカバーの透明のカバーに貼ってるんで、その透明のカバーと、うん、その印刷代合わせて7000円ぐらい取られたんですよ。あ、結構結構取られたんですよ。結構取られたしっかりと、もうちょい出せばいい感じのカバー買えますよね、ブランドの。まあでもそのね、盗んだ人はそれがかっこいいと思って、何人かありましたからね、あの時4人ぐらいの携帯のバーって、盗まれたんだ。そうです、盗まれました、なるほどね、はい、多分珍しいと思ったんですかね、外国人か誰かがあれみたいな、わっつわっつって、相当高いだろうみたいな犯人血迷ったのやかましいよ犯人血迷ったのよ、違う、いや不運すぎる、確かに。そう、めっちゃ不運でしたあれ、だってバーベキュー行った帰りだったんでね、はい、その時の動画が今でも持ってて、はいはいはい、あ、持ってますか、結構隠し撮りとかが結構ショーターをドッキリするのは個人的に結構趣味で、その趣味やばいですね、創作すっごい結構するんだけど、はい、ショータのレンタカーショットですっごい焦って車をね、そうですね、もうめっちゃ必死に探して、必死に探して動画が俺は持ってるまあなるんですか、前の携帯だけど、はい、それなんかのタイミングで公開してください、うん、相馬さん持ってましたね、来週 4TV とかね、あ、やりますか、あるから、その最後のラスト 4TV があるから、その時に、いや、わかりました、うん、その時に、いやでも何人もね、お前だろお前だろって言って、まあここもうフェイトプラスにはいないんですけど、ライズのクーラさんっていう内勤の人に、もうその人が犯人だずっと思ってたんで、マジ返してくださいって本気で怒りながらずっとポケット全部もう靴の下から探一回脱いでくださいって言って、俺もだから早く帰りたいから、はい、クーラさんに言ってたもんね、はいはい、もうよくないですか、もうよくないって言ってましたね、もういいもう返してやってくださいよみたいな、そうそうそうそれね、じゃあタイミングでじゃあCM いいですか、 CMズドン。こんな俺だけど、一生かけてあなたを幸せにします。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインク、熱いね。イオンインク。
はいどうも。続きですね。続きですね。すごいでもね、ダブルダブルダブルってコメントしてくれるか、ハチ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 ばっかりですね。なんかくれれば。そういえばこの間僕電話かかってきたんですよ。朝。白番から。はいはい。で何だろうと思って。白番出る派？いや出ます出ます出ます。で従業員かなと思って出たんですよね。あ、旗は恐れじゃないですけど従業員かなと思って出たら白番だったんで、そしたらなんか細須見て電話しました、はいはい、はい、来たこれと思ったんですよ、はいはい、初めてなんでその細須から連絡、あ、はい、でよしよしと思いまして、 LINE は何回かあったんですけど、はいはいはい、でも電話するって結構本気じゃないですか、うん、でやったと思って、うん、そうですよ素晴らしいと思って、うん、ありがとうって言って、うん、で電話したってことは場所が分かんないのかなと思って、まあまあ確かにそういう風になる、はい、そういう系じゃないですか、で、今どこにいんのって聞いたら、あの、宮城県って言われたんですよ。宮城県って、うん、東北だね、ま。そうですね。結構遠いね、と思って、うん。なんで、まあでも4時だったんですよ、それ。朝。準備中だったんで。はいはいはい。で、まあ始発で来れるなと思って。まあまあまあ、確かにね。その子もそういう感じかなと思って。はいはいはい。で、まあいろいろ、まあそれでやらしいじゃないですか。あの、何時に来れるとか言っても。うん、やらしいんで、ちょっと噛み砕いて、うん、なんかいろいろ、こう話してたんですよ。はいはいはい、Twitter とか見てくれてんのとか。はいはい。インスタとか見てくれてんのみたいな聞いてたんですよね、うん、でも全部向こうがいやそんなことないですみたいな感じなんですよ、細須も結構見るの聞いても、うん、いやそんなことないですみたいな感じで、はいはいはい、ずっとなんかもうそんなことないですなんかすごい塩対応なんか俺がかけたみたいな空気になってきて、あ逆に、ね、何これと思って、でももういいやと思って、であの年額必要じゃないですか、来るとき初回で、はいはいはい、来るとき年額必要なんで、今年いくつなのって聞いたんですよ、はいはいはい、そしたら15歳ですって言ったんですよおい、高校生だよと思って待って待って待って、はい、で、そこで切るのも悪いじゃないですか、うん、で、まあ、15歳でファンですって勝手に僕は認識して、うん、嬉しいなと思って、じゃあ5年後の20歳の時に来てくれるのかなと思ったんですよ、うん、はいはいはい、でも 5年後いくつだと思って、うん、もう30超えてるかなと思って、5年後ね、もうどんだけもう待つの、もうそうですよね、でも、でもまあその後、まあ、そうですよね、5年後じゃないですか、もうでも来れるとしたら、なんで、じゃあ5年後、20歳になった時に歌舞伎町来て、あのフェイトプラスまだあったら来てくれるのって聞いたんですよ。そしたら、いや、そんなことないですってそれ言われて、なんだ、わかんないですよ、もう。てか、そもそも話しすぎ。はい、話しすぎ。何ですか、何ですか、話しすぎ。話しすぎですか、うん、結構長い間話しますよね。だいぶ話すね。はい、はい。え、てか何、その番号どこでしっかり、はい、入手した、細須見て、細須さん見てたらしいですよ、はい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 、で、宮城にもホストってあるのみたいな聞いたら、うん、いやあるけど、なんかブサイクばっかりみたいな、あー、なるほどね、これ多分宮城のホストさん見てたら、あー、なるほど、コメントくださいコメントください、ね、退入来てください、うん、そうなんですよ、で、じゃあ、ツイッターも見てないし、ね、インスタとかも見てないし、はいはい、ね、これはもうじゃあブログに書かせてもらおうと思って、うん、全部なんか見てないって言ってたんで、はいはいはい、まあ、別にあんま俺のことも興味ないみたいな、興味本位で電話したみたいな感じの空気だったんで、うん、じゃあありがとうみたいな、まあ、体感としては 10分も行ってないので、もう 5分ぐらい、体感としても5分で長いですよね、でももう切ろうと思って、うん、お前ね、ちょっと俺も出勤するからって、うん、じゃあありがとう、このことはブログに書かせてもらうって切ろうとしたら、うん、あ、ブログは毎日見てますって言われて、ブログは毎日見てるっていう、そのブログは見てるなるほどね、でもそのブログは毎日見てる、じゃあニコ生もやってるから、あの、はいはいはい、ニコ生見てね、チェックしてねって言って聞いたんですよ、でもこれもしかしたら見てるかもしれない、あ、見てるかもしれない、はい、それめっちゃコメントしてほしいねそうですね、あの時のなんならスカイプで繋ぎたいけどね、名前も聞かずに読みましたね、高校生で見てくれてるんですよね、なるほど、ありがとうございます、でもあるよね、そういう、ありますね、ちょっとおそほさんから、はい、結構わけわからん、あ、そうです、連絡とか、で連絡くれるはくれるんですけど、なんか分かります、細須見てあの連絡しました、うん、でって見たいときありません、細須あります、ね、なんか、あ、もうなんか質問くれればいいんですけど、あの細須見て連絡しました、
ありがとうって送るじゃないですか、こっち。ありがとうって送って、なんか、まあ、来るじゃないですか。なんか、気がついたらこっちがすごい質問してるじゃないですけど、講師ギャップみたいな。はい、多分優しいと思う。あ、優しいっすか。なんかすごい気がついたらそんななって。優しいよ、翔太。俺、はい、もう。はい、どうしますそれ。指名待ってます。指名待ってます。あ、それの手があったか。いや、本当にね、来たい人は、はい、ほら、お店来てくれる。はいはい、そうですよね。そんなんやったらもう、だって、ね、仕事モードじゃんって仕事ですからね。仕事ですから。そうですよね。そうそうそう。すごいなんか、じゃあ暇伝だったのかな、じゃああれは。LINE も暇 LINE だったのかな、そういえばそうやって俺絶対知らばん出ないわ、あ、出ないですか、怖い怖い怖いですか、うん、なんか何があるんだろうみたいな、そもそも電話が嫌いだから、はいはいはい、電話をまずしたくない、あ、電話そうだ、早さそうだ、言ってましたね、そう、電話はね、あの相手の表情が見えないから、ああ、なるほどなるほど、うん、もう電話で話すんだったら会って話したいみたいな感じです、そうだ、その方がね、そうですね、なんかいいよね、はい、うん、そんなそこまで頑張ってたらそうそう、それもね、確かにそうですよね、それはある、本当にね、いるじゃん、はい、たまにたまにいますね、なんかこうわけわかんない LINE してくる、はい、いや、そうですね、あ、でもそれを林さん言ってたじゃないですか、うん、で、俺も何通かしてまあ、指名待ってますっていうか、うん、いつっていうか、まあ、結構全然違う県の子だったんで、はいはいはい、歌舞伎町いつ来る予定なのみたいな聞いたんですよ、うん、まあ、いつヘイトプラス来れるのみたいな感じで聞いたら、うん、まあ、別にもう都内に行く予定は今後数年ないとか言われたり、うん、あ、そうなの、そうなんですよ、多分入院してるんで入院してるんです、入院してるんだと、多分入院してるんですよね、うん、じゃあ入院、あ、退院したら来てくれるんですかね、そうなんです、退院してからすぐそう、結構何人かで地方からそう LINE くれるんですけど、地方でも、はい、関東最大で東北のから来てくれ、はい、あ、人がいる、そうですね、ニコラマで、ね、それこそニコラマ見てくれて、ね、みたいな、これを見てくれてる地方の方はぜひ、LINE とか電話とか挟まないで直接お願いします、でも全員入院患者かもしれない、いや、全員入院まあ、入院先でこれやってるんですかね、コメント入院患者の人たちが多分この時間暇だから、そうだ、そう、いや、確かに交通費やばい、交通費やばい、入院なる、マジ、痛んかい、痛んかい、入院してる、入院、いや、でも嬉しいですね、嬉しいよね、でも嬉しいけどね、はいはいはい、そう、いや、ほんと嬉しいですけど、あるある、結局この時間に、この時間多分すごい中途半端な時間だと思う、そうですね、もう4時結構やってて思うけど、はい、何時ぐらいが一番いいんだ、やっぱり2時とか1時深夜ですかね、夜の11時ぐらいとかですかね、仕事帰ってきて、ね、あれじゃないですか、アメトークがやってるぐらいの時間帯が一番いいんじゃないですか、アメトークがやってる、はい、はい、夜の8時は多分年齢層、まあね、あれ若いんじゃないかな、若いし8時はどうかな、うん、そうなんですよ、まあライバルアメトークなんだよ、ライバルアメトーク、はい、ライバルアメトーク、でも下ですけどね、これやって勝てるね、勝てるね、勝てるね、勝てますよ、もう何芸人出たいですか、林さん、僕たちは出るとしたら何芸人出たいですか、アメトーク、アメトーク、はい、芸人と、あ、何芸人、何芸人出たいですか、もうこれだったらもう負けないみたいな、え、なんだろうな、 ありますこれだったら負けない。はい。ね、家電もめちゃめちゃ好きだし、家具もめっちゃ好き。あ、家具大好き芸人ですか、じゃあ。家具大好き。家具結構好きなんですよ、イメージが。本当に、色黒芸人。色黒芸人。本気出せば多分相当黒くなれるから。はい、本気出せば。本気出せば。今なんかやってるんですか、夏だから。いや、今何にもしてない。あ、まだ何もしてない。多分今、こう照明とか当たってるし、はい、そんなに黒さが伝わってないと思うけど、なるほど、色黒系にマジで本当に本気出したら、はい、いける、あ、俺あるわ、昔の画像、あ、見たいですね、これ公開しましょう、ちょっと公開しよう、はやとーくですよ、基本のくくりは色黒系、昔の画像ない、昔の画像を見せ合わない、いや、それあれなんですよ、最後に、じゃあバーベキューで僕あれなんですよ、盗まれちゃったんで、え、ないの、ショーないです、ないです、ないです、ないバーベキューで盗まれる前はあったんですけど、結構これね、めちゃめちゃ恥ずかしいやつとか、真っ黒の時の写真がある、あ、ちなみにじゃあ、はいはい、これね、多分相当レア、これ相当レア、あ、ちょっとじゃあみんなスクショした方がいいです、これ色黒とかじゃなくて、美容師の時に、はいはいはい、うちの美容室は見たいけど、ちょっとオラオラなオーナーさんがいて髪型をね、はい、決めさせてもらえなかった、なるほどなるほどなるほど、
だから髪型を見せて、あ、決めさせてもらえなかったから、はいはいはい、もうとにかく座れと、座れと、座れって言われたら、はい、自分とは予想してない髪型にされた、はい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 、その時 の, かあのシャメがある、シャメまでみんなもうスクショ準備してますから、完全に。さあこれ映りますかね。でも映るかな、多分。これマジやばいですよ、これはマジでやばいですよ、いい、それはね、やばいです、それはマジでやばいです、これはね、ほんとお宝スクショします、ええー、聞きますよ、やばいですよ、それはね、完全にやばいですね。まああの、アツシの LINE のレベルじゃないから、もうこれはね、今日見てた人はラッキーですね。今日、でも僕もありますよ、あやさん。あった、僕はあの、あやさんがあのジャイアンツ時代あの活躍してた頃の活躍してた頃のジャイアンツ時代、あやさん活躍してた頃のあの、当時の画像がありますよ。マジで見たいですか、身内ネタなんだけど、まあ、見たいですか、みんな。あ、これ見えるかな。どうですか、どうですか、あやさんがジャイアンツ時代。これちなみにあの、若い頃の原、見てないだろ。若い頃の原監督らしいです。あの、なんか翔太がその画像をマジ似てますよ、これ。あの、いきなり送ってきて、はい、なんだろうみたいな、はいはい、似てる、ほら早瀬さんに似てますみたいな、そっくりですよ、だってただのおっさんやねんから、ただのおっさんですけどね、マジ面白いですよ、マジそっくりですよ、ね、俺似てると思うよってきましたよ。 ね、もうなんかいろんな人に似てるって言われすぎてよくわかんない。最近は松田翔太なんでね、僕間違われましたもんね、この間送り、え、この翔太じゃないって言われましたよ、はい、それね、はい、ほんまに嫌だってきたわ、ほんまに嫌だ、俺も嫌だよ、こんな髪型。どうします、さっきの髪型が彼氏だったら。いや、多分ね、はい、ビビるよね、どつきますよね、多分イメチェンしよう、来ましたよ、やばいよ、やばいですね、あれはや、ジャイアンツ時代の髪型ですよね、じゃあ。そう、で、この後に、はい、美容師辞めるっつって、はい、辞めてやるっつって、ふざけんなって、ふざけんな、こんな美容師やったらって、はい、結構暴力店だったの。あー、な、言ってましたね。で、最後に、まあ、坊主にさせられて、後ろにハートを作られるっていう。あ、やめる前の儀式みたいな感じですか。恥ずかしげみみたいな。だから、まあ、ちょっとやそっとのことじゃね、落ち込まないしね。そうですね。やっぱメンタル鍛えられますね。鍛えられた。まあ、1分前なんで。1分前。あります？そうですね。まあ、でも今週は日曜日、あ、月曜日が休みなんでしたっけ。あ、初回デーなんですよね。いや、違う。あ、休みですか。お盆休みがあるんで、はい、来週、飲み放題が、飲み放題いつだ、まあそれは放送してみてください、まあ、放送してみて、はい、今日ね、翔太に LINE を送れば、もしくはいきなり電話すればね、はい、なんと漏れなく翔太5分ぐらい電話つけられるってことなんで、はい、もう、まあ、でもその時はそれで分かってきたら、俺はもう早く来いって言いますから、早く示しろって電話します、間違いない、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、どうもー。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。